預言者の手。さあ、今日が多分クライマックスになると思いますね。キーバインドちょっと変えよう。使いづらかった。ビガーこれを、これにした。サムマウスボタン2これに変更、多分大事だと思うんだよな。まあいいや、これでちょっとやってみよう。コンティニュー。よし、いくか。これは戦った後か、自分が違うのか。とりあえず、ソルトかし。拡張機器、断層拡張か。ダメージブースト、連射ブースト。とりあえずこれは確保して、バーストガン、リロード短縮。スピードブースト、これしかないか。お金を拾ったらそのまま。ありがとう。どうしよう。あとは見て、あれは預言者の手、カムストックの船よ。何とかして乗り込みましょう。ここにいろ、俺が何とかする。一緒に行くの。あなたが一人で行くつもりなら私も一人で行動させてもらうわ。デュイットよ、予言に逆らうか。お前は投石機から放たれた石だ。飛び立つ瞬間にはこの上ないスリルを味わえる。頂点では絶景に息を呑む。しかしあとは落ちるだけだ。重力がお前の息の根を止めるまで。はい、どうぞ。意外とスナイパーライフルもいいかもしれないね。何の音だ。見て、危ない。何？壊れてるみたいね。いや、それは違うぞ。なんだあれ。周りをエザベス、すべてお前のために作ったんだ。我が跡継ぎ、我が血を引くこのために。ディーットは何をしてくれた。そいつにとってお前はこれまでのお前、つまり目的のために利用される存在に過ぎないのだ。はい、ルカ。よし、紛れか。進行のために。違う。リロード。痛い。ありがとう。
やるんだ。家族のために。主が裁き、我は行動。まだか。まだ死なないのか。今だ、やれ。オーケー。回復するか。危ない。乗り込める。思い知らせてやる。弾薬を手に入れたわ。ありがとう。難しいなこれ。償えると思う。償いなんて何の意味もないさ。部下、あなた神が怖くないの？俺は君が恐ろしいよ。あそこ、カムストックの部下よ。私たちを探してるんだわ。あれか。
だ。道具を備えておくようにするわ。どこ行く？ブッカー、左に新たなガンシップよ。弾がないぞ。ロケット、ロケット、見て、ボックスよ。船を攻撃しに来たんだ。気をつけて、ロケットよ。受け取って。ありがたいね。次はあれか。押し切る。いたいたいた。やめろ。あのでかいのか、その手前にいるの。危ない、右よ。あー、ダメだ。きついな、これ。これで治療。他に何かあるか探すわ。着陸してあいつのところに行きましょう。いっそこのままパリまで行くか。それなら私は途中下車するわ。私の問題だから。君を見捨てたりはしない。そう、ありがとう。見て、船のあちこちにスカイラインが張り巡らされているわ。モーターパトリオットのポットもたくさんあるわ。モーターパトリオットはそこから出てきているのか。ポットを何とかしないとラインには近寄れないな。ポットってことだ。カムストックは船のてっぺんよ。行きましょう。デュイットを見ろ。信用していい男でないことくらいはお前にもわかるだろう。お前はすぐにデュイットに比べて私がいかに優れているかを知るだろう。トルカイを受け取って。ありがとう。どこ行くの？上か？
めるがいい。違う。運だ。それが銃ですって。銃なんかじゃありませんよ。始末しろ。取り囲め。どうだった？止まれ。あれ。あるじゃん。ありがたいね。ポゼッション。クローカ。なんかないかなと。ひどい。は預言者の部屋よ。三つ上の看板。三つ上の看板。カムストックのところに行くにはスカイラインを使うしかないみたいだ。スカイライン。あのスカイラインが次の甲板に続いてるわ。ポットのあるラインを確保できれば上の甲板に行けそうね。これで大丈夫だ。主の到来に備え、下界ソドムを焼き尽くす炎の火種を見た。しかしその大義の旗を丘に掲げるのは私の仕事ではない。エリザベス、お前の仕事だ。お前がそれをやるのだ。スカイラインを使えるわよ。ついてこい。子羊の傍らに偽りの羊飼い、そしてもう一方の傍らにはボックスポピュライの残党か。彼女を運命のもとに送り届けるためであっても、
命を差し出すつもりはないというのはどちらだね。歓喜せよ。死は苦痛ではない。やつはどこに行った。発射パネルがある。ラインについてるボットを何とかしよう。何か変だぞ。どうしてあんなにゆっくりなの。さあな、とにかく待つしかない。来てるぞ。4分の1のポットが片付いたわ。それだけか。エリザベス。これでラインを使える。トルトの瓶よ。ねえ、受け取って。ありがとうよ。あれだ。やっぱりそうなるか。隠れてない。世界はもうお前のものではない。何も見つかってない。
私はお前を打ちのめすだろう、デイット。しかしずっと自滅願望を抱えているお前が私の貴船を制することになるかもしれないな。入るぞ。次の甲板で最後だ。こいつは俺がやろう。ダメ、私も一緒に行く。痛い。あのスカイラインでカムストックの部屋に行ける。過去を清算しに来たのか、偽りの羊飼い。しかしお前が償いの道を見つける前に時間は逆行を始める。この世には許されない罪もあるのだ。ここは私のいた塔。それにこれはサイフォン。塔でも見かけたぞ。上で君が歌い始めたらこの装置も反応していた。母さんのお墓にも小さなやつがあったわ。この装置が私の力を吸い取ってたのよ。それでそのせいで小さかった頃はティアを開けるだけじゃなく新しく作ることもできていたの。でも塔の中ではできなかった。さあこっち。下がれ。これで終わりにする。ダメよ、私とあの人の問題なんだから。おい、こいつは罠だぞ。それでもやらなきゃいけないの。さあおいで。噛みつきはしないから。こんなに大きくなって。教えて、私は何なの。ひどいありさまではないか。おい、彼女を離せ。エリザベス、私がしたことは全てお前を守るためだったんだ。守るって何から。預言者の種は玉座につき、人間の山で炎に溺れる。
だが大天使はこうも言っていた。預言者よ、偽りの羊飼いブッカー・デュイットに用心しなさい。その男は彼女と運命との間に立ちはだかるでしょう。どうして？デュイット、私は愚か者だ。お前を止めようと軍隊を送り、天から火の雨を降らしたりしてな。実際はそんなことをする必要などなかった。彼女に真実を告げるだけでよかったのだ。その男に尋ねるがいい。お前の指がどうなったのかを話して。聞け、偽りの羊飼いに。いいえ、彼女に言うんだ。偽りの羊飼いで真実を語れ。彼女に指のことを言え。自分の娘だろうが、このクソ野郎。お前は自分の娘にお見捨てたんだ。それと引き換えに何を手に入れた。ブカ、言ってみろ。ブカ、言ってみろ。これで終わりだ。何が終わりだ。ブカ、貴様は彼女を幽閉し、ブカ、彼女の指を切り落とし、しかもそれを俺のせいにしたんだ。ブカ、やめて。殺したのね。どういうことなの？教えて、私の指が何だっていうの？さあな、俺は生まれつきそうなのかと思っていたが、わからん。鼻から血が出てるわよ。エリザベス、こいつが何の話をしていたか俺にはさっぱりわからないんだ。いや、わかるはずよ。思い出せないだけで。いや、証明してみせる。あのサイフォンを破壊しよう。扉のどれかの向こうに答えがあるはずだ。サイフォンを壊す？塔そのものがサイフォンなのよ。どうやって壊すの？わからん。何か考えてみよう。操縦かこの奥か。開けられるか。刑事、刑事って鳥かご？どうした？何を伝えようとしているの？鳥かご、刑事、何か見逃している。何を？私たちにとって何が最良かを。部下、これから起きることを彼らは知っていると言います。部下、こうなることが分かり、この未来が見えていたのですか。つもりのだ。あなたの娘は許可ではなく、私たちが墓に埋めるのです。おい、何している。あいつに聞かせるのよ。あいつってエリザベス、やめろ。 CGE単語じゃなかったのよ。コードなのよ。しー、大丈夫？聞いて、助けてくれる？私を守ってほしいの。たった一回、今回だけ、お願い。さあ、行って。ほらほらほら、部下行けるわ。ボックスの艦隊と戦うの。ロケット。よし、戦うか。戦うか。なんだあそこに。ソングバードに命令を出して敵を攻撃すると、ハイライトされたターゲットを指定して F で攻撃か、ソングバードに行き先を。
関して。ガンシップを破壊しろ。ルカ、ガンシップよ。行くぞ。ごめんなさい、それで全部よ。もうないわ。頼むよ、使って。ありがとう。どこに飛ばせばいい。ルカ、船よ。どこだ。あのガンシップだ。そうだ。大丈夫。飛行船よ。これか。来た。なんか来たぞ。いいわよ。いやー来た。やばい。ありがとう。アトリオットはちょっと。アクリートの処刑だ。痛い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 。バードはあっちへ。もっとよく探してみるわ。アクリートの処刑。ほら、あれだ。オッケー。こっちだ。ちょっと待ってよ。弾がない。バトリオット。どこ。はい、ルカ。ありがとう。助かったよ。ソングバード4番ルカ。こっち。誰も見逃しちゃくれない。弾がない、弾がない。やばい、弾がない。ソングバードがいけるわよ。オッケー。バードこっちだ。
そこだ。あれを吹き壊してくれ。アンカギナウソゲーティー。ソルトを見つけた。使って。ありがたい。エイジーのために。ソングバードの用意はいいわ。バードをこっちへ。両方を備えておくようにするわ。バードをよこせ。まだ探してる。よっしゃ。いけるわ。飛行船だ。
このいないか。ヴァンガーズのことはどうしますか。預言者のことはどうしますか。お羊のことはどうしますか。嫌な感じだわ。あのでかいの来た。攻撃しろ。ブッカ、あそこ、ボックスが。
こいつが落とされちまったら先に進めない。ルカ、ガンシップよ。行くぞ。気をつけてパッ